はい、前回の動画でもね、イーグレット2ミニの液晶保護フィルム、こちらを貼り付けまして、液晶にね、傷つく心配がなくプレイできるようになりました。はい、ということで、今回の動画ではですね、このイーグレット2ミニの電源アダプターをね、考えてみたいと思います。はい、今ね、プレイできていたとしても、このイーグレット2ミニにね、必要な電流がしっかりと流れていない場合があるんですね。はい、ということで、もしね、その今お使いのアダプターでね、電流がしっかりと足りていないという方のために、このイーグレット2ミニにね、適したアダプターをね、考えてみたいと思います。はい。という感じでね、今回はそれの他にも、イーグレット2ミニをね、分解して分かったこと、こういったお話をしてみたいと思います。で、イーグレット2ミニを買うとね、こういった USB-C、のね、電源ケーブル。こういったね、ケーブルが付いているわけなんですが、コンセントからこの USB-C にね、変換するアダプターが付いていないんですよね。それはなぜかというと、世界各国でね、販売しようとすると、コンセントの形状がね、各国バラバラなんですよね。まあそのためにアダプターをね、付けてしまうと、まあ非常に割高になってしまうんですね。そのためにアダプターをね、各自が準備する必要があるわけなんですね。はい。ということで、皆さん多分お使いになって、てる時にはこういった、コンセントから USB にね転換するこういったアダプターをお使いになってると思うんですけども、実はこれね、見た目が同じように見えても流れている電流がそれぞれね、まちまちなんですよね。はい、ということで、このね、イーグレット2ミニに実は必要な電流というのがありまして、それにね、達していない可能性があるんですね。では、イーグレット2ミニにね、必要な電流というのは、どれぐらいのものなのか、このね、ホームページからね、ちょっと確認してみようと思います。はい、このね、ホームページのトップ画面からね、ずっと下に行きますと、はい、ここに書いてありますね。はい、推奨電源というのは 5V 2.4 アンペア 12W 以上ということで、はい、必要なね、電源が分かりましたので、これをもとにね、イーグレット2ミニのおすすめのね、電源を探してみたいと思います。で、先ほどね、この USB のアダプターいろいろありましたけどね、あれ、で、よく見てみると、実はね、5V の 1.5 アンペアしか流れていなかったり、もう全然足りませんよね。はい、これもまあ、1500ミリアンペアと書いてあるんですけども、1.5 アンペアなんで、2.4 アンペアに全然足りませんよね。まあ、このように、一見同じように見えるね、この USB アダプターでも全く足りない場合があるんですね。はい、ということで、この Amazon で、このね、このイーグレット2ミニに適したアダプターというのをね、探してみました。はい、実はそれはね、このラズパイ4用のアダプターということなんですけども、皆さんね、別にラズパイ4持ってなくてもね、このアダプター十分使えるんですよ。で、今回ね、おすすめのポイントは、推奨電源がね、2.4 アンペアとありましたが、それよりもね、大容量のこの3アンペアの、電源がおすすめです。はい。これね、3アンペアっていうのは、別に 2.4 アンペア以上であればね、問題ありませんので、このね、アダプターでもう全く問題なくに使えるようになります。でね、3アンペアありますとね、ラズパイ4だけじゃなくてね、携帯電話や、任天堂スイッチのようなね、ゲーム機なんかにも幅広く、使えるようになります。はい。で、しかもこれ手元に電源があるのでね、手元で簡単にオンオフできるんですよね。で、もう一つね、いろいろ見てみますと、さらにね、電流の大きい 3.5 アンペアというのもありますので、先ほどよりね、こちらの方がおすすめかなとは思います。はい。もしね、この予算に余裕があればね、この 3.5 アンペアの方がいいのかなというふうに思います。はい。もね、3.5 アンペアあればね、もう様々な機器にね、使えますので、はい、非常に応用性がありますよね。で、今後ね、多分 USB-C の、ゲーム機やね、中華ゲーム機なんかもどんどん出てくると思いますので、こういったものが一つあれば、応用が効きますよね。はい。ということで、このね、僕は3アンペアね、ちょっと買いましたので、こちらを使って、ちょっとプレイしてみたいと思います。はい。このアダプターを入れまして、つけましてね、はい。早速ね、電源を入れてみたいと思います。はい、もうね、このね、アダプターがありましたら、手元にスイッチがありますので、わざわざ後ろにひっくり返して、このね、後ろの電源を入れなくてもね、手元の電源でオンオフできるんですよね。はい、これがまあ非常に便利ですよね。
はい、という感じでね、はい、無事にこのように電源がつきました。ということで皆さんね、もしこの電源つくんだけども、よく見てみたらこの 2.4 アンペアより、電流が少なかったという方は、こういった、ラズパイ4用のアダプターぜひねおすすめしたいと思います。はい、ということでね、今回このねラズパイ4用のアダプターを紹介しました。このね、イーグレット2をねひっくり返しますと、4箇所のこのような、ゴムの部品がねついていますので、こちらを取り外していきます。はい、でこれね取り外しますと、中にねプラスネジがありますので、全部で6箇所のネジを、このねドライバーで外していきます。そうするとこのようにね簡単にパカッとね裏蓋が外れます。はい、裏蓋はね、はい、このようになっています。はい、もっとねなんかチップがゴミねごちゃごちゃしてるのかと思ったら、意外や意外非常にシンプルですね。はい、ちょっとね取り外すときにメインケーブルのね、リボンケーブルがちょっと外れてますけども、このような形になっています。はい、これ放熱板ですかね。これねなんか大きな銀色のパネルが1枚ついてますけども、はい、コネクターもね非常に分かりやすいですよね。このねボタンの配線も結構余裕があるのでね、なんかいろいろ改造できそうですね。はい、でこのメイン基板4つのね、ネジで止まっていますので、こちらもねちょっと外してみたいと思います。はい、これをね外しまして、パカッとこれをね基板を外してやります。はい、反対側にねぎっしりチップが詰まってるのかと思いきや、非常になんか割とスカスカとしているというかね、非常にシンプルな構造になってますね。はい、もう目につくね大きなチップってね、なんか IC チップって2つぐらいしかね大きいものがありませんよね。はい、という感じでね、こちらが、はい、メイン基板の基板になります。はい、シラサギ基板っていうんですかね、これメインボードこちらになってます。はい、でもっとごちゃごちゃしてるのかと思ったんですけども、非常にシンプルなこの基板になっています。結構ねコントローラーのケーブルとか余裕がありますのでね、なんかいろいろ改造できそうで面白いですよねこれね。はい、このスティックもねなんか他のなんかスティックのケーブルにつないでやればなんか使えそうな感じがしますね。LED のケーブルとねライトやら、はい、分かりやすいですね、こうやって書いてありますと。ということでね、ちょっと分解してみましたけども、この基板に書いてありました随機というね、文字、こちらをね、インターネットの方で、検索して調べてみました。はい、そうしますと、はい、このように随機がね携わったこう製品といって、ずらっと馴染みの製品が並んでいるんですね。でしかもこのねイーグレット2もしっかりとあります。ちょっと見てみますと、なんとですねこのコントローラーからイーグレット本体まで、はい、全てにこのね、この随機が関わりましたということ でソフトウェアなんかもね、このレトロ機ゲーム機向けプラットフォームビビットリナックスを提供しました。コンパクトな OS ながら高速起動により3秒以内で LCD 画面を表示しますと、100万台以上の実績がありますと。で50タイトル全てのエミュレーター開発に携わりましたということで、いやすごいですね、50個のタイトル全てのエミュレーター開発に携わりました。で SD カードを使ってセキュアにゲームエミュレーターを追加できるよう開発しましたと。ハードウェアもこのね随機オリジナルの、この Z7213 を搭載した回路設計基板設計にてノウハウを生かし、短期間での開発を実現しましたということで、
やー、なるほどね。こういったね、企業のおかげがあって、まあこういった、機器が、まあ、開発できたわけなんですね。はい。でしかもこの回転式のね、液晶モニターなんですけども、ね、液晶モニターの製造もこの随機が担当したということですね。このそしてこのメカ設計、随機得意の動くメカ設計を活用し、液晶部分に回転機構を搭載しましたということで、なんとこのね、回転の液晶モニター、これも随機が開発したということなんですね。いやー、すごいですねということで、この随機のね、ホームページを見てみますと、はい、このね、エミュレーター開発、こういったこともメインでね、やっているそうなんですね。結構開発秘話見ていると、開発をねスタートしたのが2020年の10月ということで、でマスターアップがね2021年の12月ということで、わずかね、1年と2ヶ月で50種類のね移植を完了させるというのはかなりすごいですよね。あ、そしてこのね、ゲーム移植開発サービス、こちらもこの随機の、業務になるわけなんですね。で、このね、イーグレット2なんですけども、このハードウェア、どういったハードウェアがね、こう使われているかを見方わかりますかね。このゲーム名選択画面ありますけども、はい、こちらのね、この左下の方に、こちらにハードウェアのシステムが書いてあるんですよね。スペースインベーダーですと、8080SI ハードウェアという感じで、このようにゲームで使われているハードウェアがこのように見れるようになってます。はい。スチールワーカー、この辺は同じですかね。で、ルパン三世はちょっとまた違ったハードウェアになりますね。はい。クイックスはクイックス専用のハードウェアですかね。はい。で、これ、この SJ システムなら SJ システムのこの専用のエミュレーターを一個一個開発ね、していかなくちゃならないので、それをね、わずか1年と2ヶ月で全部作り上げるっていうのはすごいですね。僕もちょっとあまり対等のシステム全く詳しくないんですけども、NS システム、そういうのがあるんですね。はい。ハレーズ・ゴメットは KM システム。バブル・ボブルはバブル・ボブルハードウェア。機器開会は CV システム。スクランブルフォーメーションは MS システム。はい。このように、いろんなこのハードウェアがあるので、はい。これね、ゲームを出そうと思えば、このね、一つ一つにエミュレーターを開発していかないといけないんですよね。ちょっと僕もこんなにたくさんのシステムがあるのは初めて知りました。全くちょっとね、対等のゲームシステムね、わからないので、まあ、同じね、システムで動くのもあるんですけども、こういったね、もう全く、はい、ちょっとどのシステムがね、新しくて、どのシステムが古いのかっていうのがちょっとわかんないんですけども、はい、このようにね、いろんな、ハードウェアが使われているんですね。バブルボブルは F3 パッケージシステムと、はい、っていう感じですね。という感じでね、まあ、このようにいろいろなシステムがあるわけなんですけども、これ、対応してないエミュレーターがね、動くようにしようと思うと、この SD カードにおそらくエミュレーターと ROM が2つ入ることになるんでしょうかね。で、もしこの本体にね、エミュレーターが入っているもので対応すれば、この本体の中にね、あるエミュレーターを使って、でないものはこのね、SD カードにエミュレーターと ROM がおそらくね、追加されることになると思います。ということで今回、以上で動画終了になります。